はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回は以前ご紹介させていただきましたキャンドゥのメスティンを作っている武田コーポレーションさんのメスティン、こちらのメスティンがスーパーセンタートライアルさんに売ってますよという話をさせていただいたんですけども、その動画のコメント欄の方に、近くにトライアルないんですよ、トライアル潰れちゃったんですよということで、ご近所にトライアルさんがない方が結構いらっしゃったんですね。そんな中、この武田コーポレーションのメスティン、あそこのお店に売ってましたよということで情報をいただきましたので、皆さんに共有したいと思います。なんとですね、武田コーポレーションさんのメスティンがセカンドストリートに売っているという情報がありました。皆さんセカンドストリートご存知でしょうか。いわゆるリサイクルショップなんですけども、店舗によって取り扱いの違いはあると思うんですけども、キャンプ用品があるんですよ。でもセカストって中古品だけでしょと思ってる方いらっしゃると思うんですが、私もね、最初は中古の武田コーポレーションのメスティンが売ってただけじゃないのと思ったんですけども、実際行ってきました。そしたらですね、武田コーポレーションさんのメスティン売っておりました。しかも新品で、私はもうすでにトライアルさんで武田コーポレーションさんのメスティンはゲットしたので、キャンプ用品をいろいろと見ていたんですけど、皆さんご存知のあの焚き火台が売ってたんですよ。しかも新品で、私思わずその焚き火台を買ってしまいましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ、皆さんご存知あの焚き火台とはこちらになります。ででーん、はい、ピコグリルでございます。ごめんなさい、シール貼ってもらっちゃったんでちょっと見えづらいんですけど、なんとですね、3190円で売っていたんですよ。あれでもおかしいな、発売日が2021年2月1日になってる。多分何かの間違いですよね。というわけで今回はこちらのピコグリルも買ってきました。こちらを皆さんと一緒に開封して見ていきたいと思います。やった、ついにピコグリル手に入れた、嬉しい。これひろしさんも使ってんだよな。あ、こんな感じになってるんだ。よし、じゃあ開けていきましょう。ピコグリル、ピコグリル。では、ピコグリル出てこい。うわー、すげー、ピコグリルだ。はい、すいません、茶番にお付き合いいただきありがとうございます。はい、というわけでこちらの、いわゆるパチグリルピコグリルの類似品が売っていましたので、ちょっと思わず買ってきてしまいました。本物私持ってないので、お笑い芸人のひろしさんの YouTube チャンネルとか他の YouTuber さん結構ピコグリル使ってるので、だいたいこんな感じなんだなっていうイメージはあるので、ちょっとこちらとそのイメージと比較になっちゃうんですけど、やっていきたいと思います。いや、軽いな、パチモンとはいえ軽いですね。じゃ、先にスペック見ていきましょうか。発売元は株式会社ハックさん。サイズの方ですね、収納時が多分これ幅 34×23 で厚みが 1.5 センチですかね。組み立て時の方は 38.5×28 で、高さが 26.5 ですかね。で、重量は 655g、 耐荷重は 6kg、 材質はステンレス、そして収納袋がポリエステルになってるそうです。いや、でもパチモンとはいえドキドキしますね。じゃあちょっと中身見ていきましょう。こんな感じになってます。おー、まずこのパーツ、果汁はペラペラだ、ペラペラですね。この骨組み、これでもう OK なんだ。お、すげえな、これ。お、すごい。そしてあとこれはなんだ、あー、これは五徳ですかね、五徳的なパーツ、スピットって言うんでしたっけ、これが入ってます。では組み立てていきたいと思います。はい、じゃあまずこれを開いて展開していきますと、こうかな、こんな感じで。そしてこれを
こんな感じで広げてここにはめるのかな。おお、あ、結構強引にいっちゃっていいんだ。うわー、すげえ、ピコグリルだ。そしてこのスピットを、こんな感じで置いてやる感じですかね。いや、いいじゃん、これいいっすね。まあ、ここにケトル置いて、メスティン置いてって感じで、あ、いいっすね、ピコグリルいいじゃん。じゃあちょっと収納の方もやってみます。まずこいつらを取って、外すときはどうするんだろう。あ、こういう感じか、こう外しちゃっていいんだ、はい、おー、こんな感じで。そしてこれをこうして、こう、いや、すごいな。そして収納袋に入れると、いや、すごい、はい、え、めっちゃ撤収楽じゃん。はい、というわけでですね、以前ご紹介した武田コーポレーションさんのメスティンがリサイクルショップセカンドストリートに売っていたという情報共有、そしてキャンプギアに力を入れていて、こちらのピコグリルの類似商品まで発売していたということで、私の調査するルートが変わりそうです。セカンドストリートもこまめに見ないと、お宝商品が発売されるかもしれませんね。もちろんリサイクルショップなので、いろいろ中古のキャンプギアも販売してますので、もしお近くにセカンドストリートがある方ですね、また武田コーポレーションのメスティンゲットできてないんだよねっていう方、ぜひですね、セカンドストリートさんの方もチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いや、これ早くキャンプ行きてー。